今日はですね、はい、まあ、実はナックルズ、はい、2月末発売号用の、はい、インタビューでお邪魔させていただきました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、佐々木さんの初めての著書が、そうですね、2月14日ですか。はい、そう聞いてますね。はい、はい、あの僕あの内容はちょっと目を通させていただいたんですが、非常に面白かったです。はい、あ、もう見られたんですか。あのだから本じゃなくてデータの形でインタビューのためにお借りして、はい、ああ、そういうことですね。はい、エピソードが豊富、とにかく。ああ、そうですね。あと佐々木さんのなんていうかな、精神性みたいなものが強く出てるかなと思いました。はい、で、まず、まあ、最初の質問はこの本に関して、はい、なぜ佐々木さんは、まあ、出版社から依頼されたのかもしれませんが、この本で何を伝えたかったか一番読者に。ああ、うん、そうですね。はい、自分はこう、まあ、残留孤児っていうのが、はい、中国で差別を受けて、まあ、母親が日本人だったら分かって、日本にこう来ることによってもうその差別から抜けられるっていう子供自身に思っていながらも、日本に来てこうまだこう今度逆に中国人って言われて差別されて、そういう境遇の人間がじゃないとそういう境遇の人間の気持ち分かんないと思うし、そういうのを通してそういう時代の中で、一生懸命自分らみたいに境遇の人間が生きて、日本に来てじゃあそのドラゴンというこういう犯罪集団、暴走集団をじゃあ幼い心にこういうのを作り上げようなって誰も思ってなかったし、まあその時代に揉まれて、人数が集まればそういう境遇でそういう差別を受けて、それによって、そういう集団になったのかなっていうのもあるし、そういう背景をこうみんなに伝えていけたらいいかなと思って、今回まあてこはもう自分が30前後の時にも一回本出さないかという話はあったんですけど、うん、まあ当時はまだバリバリだったから、はい、本を出したことによって、また警察の方にね、公安の方に見つけられないかということで、生意気だみたいな感じで思われるの嫌だったから、まああまり表舞台に出たがってなかったし、当時は、うん、まあ今はもう真面目に大工させてもらって、うん、もうそういう背景をみんなに知ってほしいなっていう気持ちで出したんですかね。なるほど。あの今回これあの YouTube 用の動画も撮ってるんですが、はい、私のインタビューはあくまで今回のナックルの記事にするために聞くインタビューなので、はい、いわゆる YouTube 的な変な盛り上がりみたいなのはなくて、はい、変に聞きたいことをどんどん聞いていくんで、あ、全然大丈夫ですよ。はい、で、まあ、今回本の内容を、はい、あのなんていうんですかね、改めて雑誌の中で書いてもネタバレにもなるし、はい、本を買う人にとって、はい、つまらなくなっちゃうんで、はい、本を、まあ、買ってもらうためにも、はい、本にない、本では言えなかったような、はい、ものを、私の疑問点だとか、はいはい、佐々木さんも言い足りなかったこととかを本で、はい、今日は中心に聞いていきたいんですが、はい、もう大きく、まあ、ドラゴン、はい、これ警察では準暴力団指定されてますよね。はい、でまあ、一般人から見て、まあ、人気有名なところとしてあと関東連合というのがありました。はい、そうですね、はい、これまあ二大巨頭と言っていいと思うんですね。半グレ、準暴力団、警察用語ではね、はいはい、で一般人、僕ら読者の視点でいくと、なぜこの2つがヤクザとかもいる裏社会の中でのし上がって有名になることができたのか、はい、これが一番今でも普通の人にとってはすごく疑問なんですよ。はい、じゃあすいません、最初の質問の前に一つだけで、今回 の佐々木さんの今回のインタビューの前に、はい、いろんなちょっと関係者に話聞きましたよ、私。あ、そうですか。でこれあえてあの関東連合というものとドラゴンというのを比較した文章にした方がドラゴンというのが浮き上がる、はいはい、余計にね、はい、そんな形の構成を考えてまして、はい、でいろんなドラゴン関係者、関東連合者に話聞いたところ、総合すると、はい、関東連合っていうのは、はい、フラワー事件2013年ですか、はいはい、うん、以降、もう今や、はい、存在しないって言い切っちゃう人多いんですね。はい、そうですね、うん、はい、で、一つ聞きたいのは、ここから質問です。ドラゴンは今存在してますか、マフィアドラゴンの話です。存在しますね。あ、存在しますか。しますね、うん、これどういった意味合いで、そこはどういった意味合いで、
そうですね。そこは俺の口からも本当にちょっと言えない部分がいっぱいありますよね。はい、まあ YouTube で言えることは自分は言ってるんですけど、はい、現役に対して本当にみんな現役で活動してる人間がいるから、うん、それに対して俺は言及することはできないんですよ。なるほど、はい、あの個々のドラゴンの、まあ、DNA を組んだ人たちがいろんなところで活動してるのは分かります。はい、ただその暴走族ドラゴンの時代のように、はい、一塊みたいな、はい、軍団みたいな、そういう形でこう、はい、組織だったドラゴンみたいなものがあるのかないのかっていうところですね。ああ、今ですか。はい、ありますね。あるんですか。ありますね。ある。これはあのまあマフィアドラゴンというカテゴリーですね。いわゆる。まあ本人たちもそうやって自分をそういうふうに思ってるんじゃないですかね。なるほど。はい。でこれもね、あの周辺取材で佐々木さんもまあよく知る人物に。はい。事前にインタビューしたんですが、まあ、ドラゴンの方ですね、はい、聞いたのと同じ質問、はい、そしたら多分警察対策の対策なのかメディア対策なのかわからないですけど、はい、関東連合と同様、はい、ドラゴンという一塊みたいなものはすでにないよと、あその人は言うんですね、はい、その人の見方ではね、はい、まあでも、視点はどうですか。ドラゴンというのは、はい、こう暴走族の前からその暴走族になってからマフィア化してから、まあ、みんな直接そのドラゴンに携わってる人間おのおのと多分みんな見方違うと思いますよ、うん、そこは確かにそうですね、はい、面白いところだと。佐々木さんにとってその今回の本にもあの最強マフィアって書いてますけど、はい、マフィアってどういう意味合いなんですか。いや、これは大したそのマフィアっていうのについて意味合いはないと思って、これマフィアっていうのは勝手にメディアと、警察が、はい、つけた呼び名みたいなもんだと俺は思ってるんです。なるほど。実際中国本土に、チャイニーズマフィアなんていないんですか、うん、まだ香港が返還される前はこうなんか14系とかそういうのはいたみたいですけど、はいはい、本土にこうマフィアというマフィアらしい人間はいないですね、うん、俺はもう中国では共産党がマフィアだと思ってる。そうだ現役のね、あのマフィア、ドラゴンがに対して運営が今佐々木さんの立場ではそれは言えないでしょうけど、はい、これも一つ大きな疑問なんですけど、はい、正統版ドラゴンっていう YouTube やってるじゃないですか、はい、で今回本も出して、はい、初代ということでね、はい、マフィアドラゴンと暴走族ドラゴンの境目っていうのはあるんですか、はい、要するに佐々木さんは何歳まで暴走族をやってて、はい、そっか何歳以降はマフィアみたいな、はっきり分かれてるもんなんですか、ね、いや、はっきりは分かれてないんですけど、はい、これ結局その日本にこう不良外国人が増え始めて、はい、そこからメディアとこの警察関係がこう、うん、マフィアって呼ぶようになったんじゃないですかね。それ自分で、いまだにだから自分で自分をマフィアだと思ったことないし、マフィアとヤクザの違いもよくわからないし、ただその結局日本はそのそういう暴力団じゃヤクザっていう呼び名はあるんですけど、外国に対してみんなだから日本以外はみんなマフィアだと思うんですよ、はいはい、そうですね、外国は、うん、だからマフィアって何なのって俺が問われても、現に俺このマフィアの組織に属したことないから、うん、だから自分が率いてたそのグループがマフィアって呼ばれてたけど、じゃあ俺がマフィアのかってね自分で自分になんか俺の人生でずっとそんな感じですよね。俺何人だなって絶対思うけど、だからマフィアで何なのって言われても俺もよくわからないですね。まあ一般人の考えとしては非合法活動をしてるかしてないかでマフィアかマフィアではないっていう、いうような気がするんですけど、はい、そんなニュアンスでいいですか。ああ、どうですかね、うん、自分は全然本当にそういうニュアンスがそういうのなくて、うん、結局まあ俺が聞くこう外国のマフィアって普通に事業やってて、ただそんななんか揉み事あったら殺し屋を送り込むっていうイメージしかないんですけど、うん、自分のその犯罪集団がだからマフィアなのかどうかよくわからないですけどね、うん、だって結局日本のヤクザも終戦当時とかその終戦前とかその任侠道って
こういう犯罪集団ではなかったと思うんですよね。俺が思うにはですよ、うん、それは結局その人も集まればこういろいろとこうやっていくうちに自然と犯罪に手を染めるようになったんじゃないですかね。あの、はい、わかりました。別の質問です。今度、あの、これも一般読者の疑問。佐々木さんはドラゴン初代ってことでバンと出てますけど、YouTube の本もね。はいはい、そう聞くと、あの普通の人間は、はい、今もドラゴンの最上部に君臨してて、はい、佐々木さんの命令でみんな動くんじゃないかと思ってる人もいます。ああ、それはないですね。そうなんですね。はい、それはないです。そのニュアンスとしては、例えば山口組の5代目って言いますよね。はい、いますね、うん。はい。引退しましたよね。はい。その人が今、引退したけど YouTube に出てきて、昔の話とかしてるみたいな立ち位置なんですか？いや、あの人はだってもう今、現にもう他界していないじゃないですか。はいはいはい、まだ、なんだろう、その、全然違うんですね。違う。なんだ、要するにその、例えばこう、まあ、総理大臣として例えた方が簡単かもしれないですよね。総理大臣辞めても、はい、議員を辞めない人間もいるじゃないですか。はいはいはい、でも議員辞めてもある程度こうちょっとこう助言的なことをいろいろとこうしたりするけど、でもなんだろう、まあ総理大臣によっては引退してもこう発言力があって。うん、裏の方でそういうしてる人もいるとは思うんですけど、まあそうですね、まあそんなもんですか全然だから自分のあの号令でみんな動いたりとかしないですよ、うん、だからいつも思うのは YouTube 見ててですね、はい、あの例えばなんかドラゴン、最近のドラゴンの人が犯罪を犯してニュースになると、はい、コメントで、はい、佐々木なんとかしろって。そうですね、どう答えるんですか、どう思ってるんですか。いや結局そういうニュースって俺はあんまりテレビとか見ないからわからなくて、はいはい、でコメントとかに書いてくるんですよ、はい、まあ、コメントで見ると、まあ、こう電話でちょっとみんなに確認して、じゃあ今回の事件はドラゴンの子なの、現役の子なのって聞くと違うって言われたり、そうだって言われたり、そうすると YouTube でも、いや今回の事件のはドラゴンです、はっきりちゃんと認めたりもしてますけどね、うん、佐々木さん自身はドラゴンを作った男、ドラゴン初代、はい、で現在のドラゴンとの関係性はどう自分では捉えてますか。あ、俺ですか、はい、元って言われたら俺辞めたあれもないし、はいはいはい、だからなんだろうな、俺は俺自身をドラゴンだと思ってるから。あ、なるほど、はい、つまりマフィアドラゴンじゃなくてドラゴンなんですね、ドラゴンのまま。そうですね、はい、あの暴走族でもない、何でもないドラゴンのままですね。あ、なるほど、それは分かりやすいです、はい、最初の作った精神がね、はい、そうですね、はい、今もあるということですね。そうですね、はい、分かりました。まあ、あの日本、2大ハングレって言ったら失礼ですけど、まあチーム関東連合、はい、ドラゴン、この企画でちょっとお話聞いていきたいんですが、はい、本とか YouTube でも語ってますけど、佐々木さん自身はそれほど関東連合ってあまり接点はそんなにはないんですか。ないんですよ、俺は。関東連合って本当ね、今からそうですね、40ぐらいの時ですかね、関東連合っていう存在を知ったのは。10年前ぐらいですか。はい、だから別にそのあんまりこの勝ち合ったこともないし、その仲良く付き合うという知り合いもいなかったから、でもなんだろう、この10年で結構こう関東連合と揉めたり、なんかこう一緒になってなんか事件を起こしたりとか結構やってますよね。佐々木さんから、まあそんなにね、昔から知ってたわけじゃない関東連合、メディアでは有名ですよね。そうですね、はい、佐々木さんから見て関東連合ってイメージでいいんですけど、どんなイメージを抱いてますか。あ、そうですね、簡単なイメージ、なんか関東連合の子ってみんなお金持ち、なんか知んないけどみんなお金持ってるよね、うん、そういうイメージしかないですかね。なるほど、やっぱりあの杉並、東京で言えば杉並区、世田谷区、あの辺りのメンバーがあの主力メンバーだったんで、まあ、金持ちとか多いのかもしれないですね。あ、それ今初耳ですね。あ、そうなんですよ。
あ、そうなんですね。あのメインメンバーはもうほぼそこの出身なんですよ、ね、あ、まあでも自分もちょっと本とかも読んだ知識あって、はい、なんかこう、まあ、日本で初めてこう俺々最近を大体的にやり始めたの関東連合だって聞いてたから、うん、だからそういうイメージしかないですよね、うん、その暴力的な意味で関東連合が怖いとかあいつらやばいとかそんなことは全く考えたことない。全然思ったことないですね。その中で、ドラゴン関係者とかはいるかもしれないですけど、関東、俺関東連合だよみたいなやつとか、あ、いました、いました、同じ工場にもいましたよ、うん、いました。それだって俺関東連合だって名乗るんですか。そうですね、うん、まず聞かれるのがドラゴンの佐々木さんですかって言われて、え、なんで知ってんだって言うと、その子は、いや、自分関東連合の誰々ですって言ってた。そんなこと言われても誰だかわからないし、あ、そうなんだって。じゃあ、お互いこう、中に入ってね、その、中で生きがってもしょうがないから、早く勤めて早く出ようね、みたいな話はしましたけどね。まあ、その子らとは、その子らって言い方おかしい、同い年の人もいたから、まあ、連絡先も交換して、シャバで会おうって話してて、俺が出てくる前にまだ捕まったって聞いたですね。わかりました。その六本木に、まあ、2、300人を送り込んだのが佐々木さんの指示ですか。そう、そうですね、はい、それだから今時ヤクザでも2、300人やっぱりその頃でもね送り込めるやつっていないと思うんですよ、はい、そんな兵隊のね。あ、そうですね。なんでその頃みんなそんな風にできたんですか、佐々木さんは。まだ現役バリバリでやってたからじゃないですかね。つまり35、6歳、まあ年齢はちょっと高くじゃないみたいですけど、はい、35、6歳の頃の佐々木さんというのはマフィアドラゴンに、まあ葛西中心のマフィアドラゴンにおいても、はい、トップだったっていうことですかね、今の話はね。つまり、うーん、みたいな感じですかね、うん、弟がやられたから捕まえてけじめ取ってこいみたいな、みんな思ってるわけですね。そうですね、はい、それ関東連合とあまり接点がないって言ってもそのエピソードを聞くと結構もう関東連合、いや、でもその、うん、接点は本当ないんですよ。それはまあこうみんな練り歩いたけど、はい、そのじゃあその話し合いの席にこう俺が行ったかって言ってないし、結局その当事者同士お互い誰だか分かるけど、結局その誰と関東連合の誰と喧嘩になって誰と勝利になったか全然分からない。まあ、これはいろんな説ありますけど、まあ、その頃の関東連合、だから昭和53、4年生まれの関東連合の全盛期と言われているマフィア関東連合、はいはい、とドラゴンの当時の規模っていうのはどっちが大きかったんですかね、わかんないですか。いや、俺は関東連合自体そのあんまこう知らないから規模って言ったらうち負けないんじゃないかな、うん。佐々木さん接点なくても後輩とかで関東連合のやつとガチの喧嘩したとかいうエピソードは聞いてないですか。聞いたことないですね。ですか、はい。じゃあやっぱりお互いある意味認め合ってるじゃなくて住み分けてたんですかね。後輩連中はだからみんなうまくやってたんじゃないですかね、うん、俺の時は全然こうなんだろう、これ自分の場合はもうその当時はもう完全に完全に引き連れてたのが完全に全員が中国人ですよ。俺が当時このマフィア化した時に引き連れてるのが、たまにそのなんだろう、このどっかで遊ぶ時に日本人の子を5、60人護衛で呼ぶ時ありますけど、ちょうど今その話出ました。これね、はい、今日の大きなテーマでもあるんですけど、はい、ある関東連合ドラゴン双方に知り合いのいる方に話聞きました、はい、そして、なんで関東連合は衰退したのにドラゴンは今も絆を保って、はい、いろんなところで、まあ、悪い方向でもいい方向でも活躍するのかと、はいはい、聞いたんですね。佐々木さんに聞く前にあなたの意見を教えてくれと聞いたところ、はい、それは90年代末から2000年代にかけてドラゴンっていうのは今まさにおっしゃった大陸からの密入国者だったり、はい、中国人を
味方に引き入れたというんですかね、はいはい、この何ていうんですかね、飛び道具がでかかったんじゃないかと。そうですね、はい、主にそうしてはそうですね、うん、結局日本に幽霊ですからね、はいはい、そうですね、何もビザとか持ってないし、はいはい、結局正規のルートで飛行機に乗ってきたわけじゃないし、うん、特に自分が引き連れてたその復権グループの人間はもう、みんなベトナム経由でこう密入して入ってきた子らが多かったから、はい、あと自分の引き連れてたその復権所関係の人間って中国でみんな、なんだその複製グループの方の復権所の複製グループはの人間はみんな大体その街が狭いんですよ、うん、狭いんですけど結局今までいたそのこの街を仕切ってるその不良グループ、はいはい、で後からこう若い子たちが出てきたグループ、このグループがその今まで仕切ってたグループのところのトップのよたんですよ、うん、十何人で、それで中国ってほ法律が目には目をだから一、うん、人をこったら必ず相手側の人間も一人死ぬんですよ、死刑になるんですよ、で4人死んでるから必ずこっち側4人死刑になるんですよ、でもこの十何人ってみんな嫌じゃないですか、それでみんなこう飛び出して道に出て日本に入ってきたんですよ。なるほど、いやさ佐々木さんは出身違いますけど、はい、ドラゴンの人大体東北関係が多いじゃないですか、中国東北、そうですね、それなのに佐々木さんはまあ東北ではないですけど、ただ福建省の人とつながりができるってなんか不思議な気がするんですか、言葉も違うし、ああこれもうだいぶこれ自分がね横浜入って、はい、入る前からもうそのマレーシアとか、うん、マレーシア系中国人とか、はい、福建省の人間とか日本に局長は入ってたんですよ、うん、まあでも自分が横浜刑務所に入ってる間に、はい、そういう密輸関係、密入で入ってきたその不良外国人がいっぱい増えて、自分が出てきた時にまあなんだろう、この東北系のその中国人とかその女の子とかの、はいはい、まあ俺が出てきて、いや、福建省の連中はやばいよ、あいつらすぐ刺すし、すぐ血の気が多いから、でも、まあそういう話を聞いてて、ある日、なんですかね、この上海の人間と、はい、こうプレペイカードって当時入ってたじゃないですか、パチンコの、はい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 、その仕事やってて、はい、でそれをその上海の人間を通して、はい、福建の、まあそれがゆくゆく自分の兄貴的な存在になるんですけど、その人間を紹介してもらって、それを何だろう、この横浜の裁判所の駐車場に3億あるっていう情報をもらったんですよ。ほんで当時自分も横浜から出てきたばっかだから、はい、お金もないし、ほんでお金稼げなきゃいけないから、まあ俺も何でもやるみたいな感じで、はい、その上海の人間が情報をもらって、うん、でもその福建省の人間たちも身分ないから、うん、車運転できないじゃん、はいはい、じゃあとりあえず俺が運転して行、はい、くことになったんですよ、うん、で